おはようございます。えー、今日の話はこの国の希望の形という伊勢、えー、正宏さんの本の中からグレートリセットという話です、えー。令和の新時代が始まった途端にいきなり中国武漢発の新型コロナウイルスの世界的大流行に見舞われました。まあ、ちょうど平成の始まりにベルリンの壁崩壊からソ連解体に向かったのと同様、今後の世界は 激変するでしょうパンデミックは社会を変えり見考え直しリセットするという潜在の一部のチャンスを与えてくれたのだとはダボス会員を開催している世界経済フォーラム創設者のクラウス・シュワブ氏の言葉ですこのシュワブ氏はこのリセットをグレートリセットと表現していますこれは特に我が国について重要な指摘です、まあ、例えばコロナ禍への支援金は アメリカでは社会保障番号に紐付けされた銀行口座に2週間足らずで振り込まれたのに対して日本でもは何ヶ月もかかりましたオンライン申請されても住民基本台帳で自治体職員が人海戦術で確認しなければならなかったからですアメリカの社会保,険保障番号に相当するマイナンバー制度の普及率も日本では支給開始時には10%台に過ぎませんでした 世界各国で行政のデジタル化に伴い、納税者番号制度の導入を始めた1980年に、我が国でも大平内閣がリンカード制度を法制化しましたが、プライバシー保護などの理由で国会で反対に遭い、廃止に追い込まれてしまいました。2002年の小泉内閣による基本重,大重,重機台帳ですね。 利用場面が大きく制限されほとんど普及しませんでした2016年から始まったマイナンバー制度は3度目の挑戦ですが新型コロナウイルスの発生時点で普及率は10%台しかも銀行口座との紐付けもされておらず支援金普及には役立たなかったのですこういう行政のデジタル化の遅れが今回のコロナで明らかになり 菅政権のデジタル庁構想につながったわけですね。太平の時にはなかなか変革が進められず危機に瀕すると一気に走り出すというのは明治維新にかけても見られましたが我々日本人の国民性のようです。それだけに今回のコロナ禍をグレートリセットする潜在一遇のチャンスとして生かさなければなりません。 このデジタル調ウライドでですね済ましていてはもったいない話ですね。じゃあ今日はこれで終わります。